昨年12月23日に V6 の岡田純一37と結婚した女優の宮崎葵32が16日都内で行われたマイナビ転職の新 CM 発表会にイメージキャラクターとして出席し報道陣の祝福の声に笑顔を浮かべ感謝したまるで友人から祝福された時のように心を満たした幸福が自然と方を緩ませた 宮崎は、講談時に、リポーター陣から乱れ飛んだ、おめでとうございます。幸せですかの声に、ありがとうございますとに一生し、ペコリと頭を下げた。結婚後、映画賞のプレゼンターとして、祝福の談話を述べたことはあったものの、自身について語るのは初めて。新 CM のコンセプトは、賛成。新しい生き方。だけに、まさに、 新しい生き方をスタートさせたニーズマは赤と緑のパッチワーク風ワンピースで登場。右手の小指にアクセサリーはつけていたものの左手の薬指に指輪はなかった。転職おみくじのワードを一つセレクトするコーナーで選んだ言葉は返したい音がある。理由を問われると人とのご縁で今の自分があることを実感するので お世話になった方々に恩返しをして、年を重ねていきたい思いがありますと、身辺が落ち着いた女性ならではの説明をした。さらに、今の状況を変えて、新しいことを始めるのは少し勇気のいることかもしれませんが、それが、本当にやりたいことであったり、そこに、自分の意志が強くあれば、きっと何があっても力強く、 そこに向かって進んでいけるのではないかと思っています。再婚を選択した自らの人生を重ねるような口調で語っていた。CM では結婚のために転職を決意した男性の肩を叩き幸せになんなと励ますシーンもある。